徒歩検索が利用できるようになった、iPhone バージョンの Google マップスを使ってみたいと思います。今渋谷の地図を表示しています。ここで例えば、そうですね、じゃあ映画館行きましょうか。映画館と、そうすると映画館のところに、ピンが落ちてきますが、例えばですね、どこかな、この遠そうなところ、このシネマライズっていうところに行こうとする場合ですが、ここへの道順っていうのがあります。これを選ぶと、今現在地じゃあれなので、ここをじゃあ渋谷駅ですね。渋谷駅からこの映画館まで行くというのをやってみようと思います。そうすると、徒歩検索が表示されるとこんな感じでちゃんとルートが出るわけですね。で、この開始ボタンを押していくと、ちゃんと改札口に向かう、徒歩で43メーター移動してから屋内通路を進む、徒歩で35メーター移動してから階段を下るという感じで、だんだん説明されて、この通りに従っていくと目的地の映画館に着くという感じで利用できます。便利です。